お疲れ様です。今ね、コメントでサイズ感を知りたいっていうのがあって、ちょっとね動画作ろうかなと思ってたら、ちょうど、その質問があったんでコメントに答えようかなと、分かるかなとは思う、うまくできるかなと思うんですけど、これがね S プリズムの、S ですね。で僕のサイズが171.2 ぐらいかな、身長が。で体重が80キロぐらい、お腹は出てます。でリーバイスのジーンズが38ウエストですね。で S なんですけど、でどうなってるかっていうとこんな感じです。タグは SM って入ってますね。で多分ね、日本で買うときに S的にもう XL 以上の大きさがありますよね、リーバイス買うイメージだったら。でなんかスウェットを着るっていうんで、これこんな感じ、ほらゆったりですよ、花火ね、こんな感じで。どうしても袖が長い、 S でも。でこんな感じですね、入りますね、 S でね。これ洗ってます、こんな感じ。これが S ですね。でこれを買う前にもう一個上のサイズを買ったんで、一番最初ね、それを、これは M、 ほら MD って書いてるでしょ、見えるかな、 MD ね。で M になるとサイズ感でね、着方で変わるんで、こんな感じ、ほらでかい M、 ほらここまで来ますね。でこんな感じで最初着てたんですね。これを曲げて曲げて、まあ、これでいいっていう人も、じゃあ169か8やったら、ちょっとこれは M は大きいと思うな。ダボっとこうやって着たいんだったら、M でもいいけど、ここまで来ますよ、長さが。まあ、こんな着方したいっていうんであれば M で。でもうちょっとスウェットどのくらいの分厚さを着るかなんですけど、まあ S がいいんじゃないかなとは思いますね。これちょっと僕でも大きいぐらいでしたから、中にいっぱい着れるのは着れる、これはね。でやっぱり落ち着いてよく着てるのはこっちの S サイズをよく着てますね。着やすいせいか、なんかスウェットは入るのは入るね、こんな感じ。わかるかな、ダボっと着るんだったらこちらよね、 M。 でもちょっとかなり大きいよ、かなり大きいね。まあ下にどんなものを履くかで変わると思うんですけど、僕は普段 S が多くて、ダボっともう寒くなってきていっぱい中に着るときにこっちを着てるっていう感じですね。サイズを、ちょっと分かったかな、伝わったかな、うまくコメントに対して。こんな感じですね。以上です。